後期2600年報祝全国、キリスト教神徒大会副委員長、尾崎道夫は、日本キリスト教団牧師、神学者、エキュメニカル運動の指導者、日本組合キリスト教会の指導者である、尾崎行動の長男として、東京府で生まれ、1889年、幼児洗礼を、新島城から受ける。麻布中学校、 第8高等学校を卒業の後、1912年に、渡米してまず、オベリン大学で学び、コロンビア大学では、国際法と社会学を、イエール大学では進学を学んだ。卒業、帰国後、1922年から1961年まで、レナンザカ教会牧師を務める傍ら、様々な養殖をも、長期間務めた。 日本組合キリスト教会霊南坂教会の伝道師1924年にアンシュレを受けて副牧師1931年に主任牧師日本キリスト教連盟のエキュメニカル運動を指導し後期2600年宝粛全国キリスト教神徒大会の副委員長を務めた式辞ではこの会は天遊を保有したマウマン聖一系の天皇のおいつと 尊厳無比の国体に基づくものであり、この世代に生を受けたことは感激に耐えない。日本のキリスト教が宣教をわずか70年にして今日の進歩を見るに至ったのは、信教の自由を保障したまいし、明治天皇の恩による。東亜における指導者として責任を大きさを痛感し、この大使命を全うするために人力の限りを尽くすのみならず、 神に対する信仰を盛んならしめねばならぬと信じる、と述べた。また、太平洋戦争直前の1941年4月20日から4月25日に南カリフォルニアリバーサイドで開催されたリバーサイド日米キリスト社会議に、県米平和施設団として派遣され、安倍吉宗、香川豊彦、河井道子、斉藤総一ともに、教会合同運動と国民議礼である、 神社参拝について説明する。また、ここで平和施設団は、創立予定の日本キリスト教団の成立が、日本政府の圧力によるものではなく、自発的に、アメリカの母教会から、独立教会になることを説明し、アメリカ教会への感謝状を送った。1941年に、日本キリスト教団通り社代行、出版局長、東和局長となった。 1946年に、富田光通りの公認として、戦後初代の日本キリスト教団総会議長となり、1954年まで、務めた。1948年に、日本キリスト教連盟の後継組織として発足した、日本キリスト教協議会の初代議長となり、戦後もエキュメニカル運動を指導した。1948年の世界、協会協議会発足時に、 日本代表として出席し、日本キリスト教団の戦争中の活躍について説明を行った。アムステルダムで開かれた世界協会協議会の会議で中央委員に選出され13年間務めた温厚な人柄であったとされる。ビキニ干渉での核実験に反対するなど国際的な活動も行っている。1961年には、 霊南坂教会の名誉牧師となった、農南歌唱のため、1973年に死去。墓所は青山霊園で多摩霊園にも分骨されている。ありがとうございます。